三峡ダムは、中華人民共和国の長江中流域の古北省、儀昌市三都坪にある大型重力式、コンクリートダムである。1993年に着工し、2009年に完成した、洪水抑制、電力供給、水運改善を主目的としている。2250万キロワットの発電が可能な、世界最大の水力発電所である。 三峡ダム水力発電所を併設する。三峡ダム発電所のフランシス水車。ダムは、長江三峡のうち最も下流にある、清涼橋の半ばに建設された。貯水池は、偽証市街の上流の山突墓地に始まり、重慶市街の下流に至る約 660km にわたり、下流域の洪水を抑制するとともに、長江の水運に大きな利便性をもたらす。 このダムの建設によって、それまで重軽市中心部には、排水量3000トン級の船しか遡上できなかったのが、1万トン級の大型船舶まで航行できるようになった。加えて、水力発電所は、中国の年間消費エネルギーの1割弱の発電能力を有し、電力不足の中国において、重要な電力供給源となる。また、火力発電と比べて、 発電時の CO2 発生も抑制することができる。しかし、その一方で、建設過程における住民110万人の強制移住、三峡各地に残る、名所旧跡の水没、水質汚染、生態系への悪影響など、ダム建設に伴う問題も指摘されている。長江と三峡ダムと流域の主な都市、重慶、武漢、南京、 上海の位置三峡付近の衛星写真。中央左寄りが三峡ダムと発電所、高門三峡ダムの構想は、孫文によるものとされ、1919年に建国方策の中で言及している。以降、国民党政府により調査が進められたものの、戦争や内戦により実現することなく、白紙となった。国境内戦を経て、1949年に、 中華人民共和国が建国されると、共産党政府は1950年に長江推理委員会を設置し予備調査を開始した。調査は1956年に完了し、1963年に着工する方針が発表された。しかし、中祖対立や文化大革命、さらには建設反対論などの影響により、しばらく計画は進展しなかった。 文化大革命が終結すると再び、三峡ダムの構想が浮上し、1983年には、三峡ダム事業化調査報告が提出される。これ以降、三峡ダムの建設をめぐり賛否両論が紛失した。1989年、建設反対派の意見を掲載した、長高長高三峡工程論争が出版されると、全人代の議論にも影響を与え着工が延期に、 なると一時表明された。しかし、同年天安門事件が起き同所の著編者、タイハルは逮捕され、同所も発売禁止となる。これ以降、建設反対論は抑制され、建設賛成論が勢いを増す。1988年から1998年に首相を務めた理法がその中心だったとされる。1992年、 第7期全国人民代表大会第5回会議は、三峡ダムの建設を、出席者2633名中、賛成1767名、反対177名、危険664名、無投票25名により採択した。全会一致が基本である全人代において、これほどの反対、危険が出るのは、異例のことである。同年5月から、 建設予定地の住民の移住が始まった。1993年には、三峡ダム建設の事業主体となる、長江三峡工程開発総工士や、資金集めのための三峡証券が設立された。三峡ダムの建設工事は、1993年に準備工事が開始され、翌1994年に着工式が行われると、共に本工事が始まった。 1997年11月8日には、長江の本流が咳の埋められ、第2期工事を開始した。2003年には、一部貯水と発電を開始し、第3期工事を開始した。そして2006年5月20日、三峡ダムの本体工事が完了した。2009年に発電所等を含めた全プロジェクトが完成した。2012年7月4日には発電所が全面稼働を開始した。 三峡ダム工事。船舶用の肛門三峡ダムのモデル。右側に船が通るための船舶用エレベーターや、肛門が設けられる、中国指導部の古近東、元闘争初期や理法元総理はいずれも発電技師出身のテクノクラートであり、三峡プロジェクトを強力に推進している。また、中国国務院の恩家法元総理は、三峡工程建設委員会主任を兼ねている。 しかし、2006年5月20日に行われたダムの観光式には、彼らはカズトとして出席していない。この規模の国策事業の節目において、最高指導部が欠席することは、異例と言ってよく、その背景が注目されている。三峡ダムの最も大きな目的は、長江の洪水の抑制である。堤高185メートルである三峡ダムの最高水位は、 海抜175メートルに設定されているが、毎年6月頃に海抜145メートルあたりまで水位を下げ、洪水期に備える。三峡ダムの巨大な貯水量は水量調節を容易にして洪水を抑制することが期待されている。この洪水抑制能力は非常に高いものであり、10年に一度のペースで起きていた超高流域の洪水を100年に一度にまで、 抑制することができるとされている。完成後、2010年には、長江で大洪水が発生したものの、三峡ダムは洪水を一時貯留し、下流の洪水を緩和したと三峡集団は表明している。また、放水機に貯留した水を滑水機に放出することによる干ばつ対策も大きな目的である。三峡ダムは2008年以降、毎年10月頃に、 ダムの最高水位である海抜175メートルまで試験貯水と称する水運用を行っており、2010年度は10月26日、海抜175メートルに達した。翌2011年には、超高流域で大火水が発生したが、この時、三峡ダムの水位を下げて、追加放水が行われ、下流の干ばつ対策に貢献したと報道された。 2020年中国大洪水三峡ダムは毎年満水である175メートルになるまで試験貯水と称する水運用を行っており2019年度は9月10日に貯水が開始され10月31日に満水に達したまたこの試験貯水は毎年洪水期に入る前に放水が行われて水位が下げられており2020年6月8日には 水位は144メートルにまで引き下げられた。2020年6月には、超高流域で豪雨が発生し、洪水が懸念されていた。これに対し、三峡ダムは2020年6月29日に、放流を行い増水に備えたとの記事があるが、放流はそれ以前から継続しており、流入量のピークを貯留して、下流の被害を軽減する、要放流量を増減するという、 通常の洪水操作が行われているに過ぎない。豪雨は継続し、7月19日には再び洪水のピークを迎えた。この時は、下流の洪水抑制のため放流を制限しダムの水位は上昇したが、ピーク後に放流が行われて水位は下げられた。この放流によって下流は、同抵抗中心に警戒水位を超え、避難が行われた。 さらに7月29日には3回目の増水ピーク、8月14日には4回目の増水ピークを迎え、8月19日には洪水の流入量が竣工以来最も大きな数値となり、8月20日には5回目のピークを記録。これを受け、同日には三峡ダムの航行が中止された。8月21日には水位は165メートルを超え、 危険水位を大きく上回ることとなったとの記事があるが、この水位は蒸気のように通常秋に経験するものであり、危険水位という概念や故障はないので、事実誤認である。また8月23日には再度放水が行われた。8月22日には水位がピークとなる167.65メートルに達し、洪水期の水位としては、 過去最高となったが、8月25日には、水量減少により、三峡ダムの拷問を再開。運用停止期間は、ダム完成以来最長の174時間に達した。この洪水は3ヶ月に及び、三峡ダム上流にある、重慶はじめ町交流域各地の冠水状況や、三峡ダムの放流状況が、ネットで伝えられ、今にもダムが決壊するかのような情報もあったが、 実際には、巧みなダム放流操作により、洪水自慢水位175メートルに対して、十分な余裕を持って、洪水をピークカットし、下流の被害を軽減することができたと評価されている。また、ダムによって水位がかさ上げされることにより、蒸気のように1万トン級の船が、四川盆地の玄関口である、重慶市中心部にまで遡ることができるようになる、ほか、 これまで三強に多く存在していた航行の難所が全て消失し、航行が要因になることによって航行可能な船舶の数も増加する。長航の輸送可能量が増加することによって物流が円滑になり、中国政府の進める西部大開発の起爆剤となることが期待されていた。航門の運用開始後、この水域の通過貨,貨物量は激増し、 2019年には運用開始前の約8倍1億4600万トンに達したと報じられた。これによって重慶は計画通り西南部の物流拠点として重要な地位を占めるようになった。一方、中国の経済成長によって産協の高校量は増大し続け、当初見積もりの年間1億トンを2015年には大幅に超えるようになり、 三峡ダムの通過に遅延が生じるようになったため、対策が急務とされた。三峡ダム水力発電所は、70万キロワット、発電機32台を設置し2250万キロワットの発電が可能である。これは、最新の原子力発電所や、大型火力発電所では16基分に相当し、世界最大の水力発電ダムとなる。三峡ダム水力発電所の 年間発生電力量は1000億キロワットアワーであり、中国の電気エネルギー消費量が年間約5兆キロワットアワーであるから、三峡ダムだけで中国の電気の2.0%を賄えることとなる。この電力を石油を燃やした火力で作るとすれば、1年間に石油1750万トン、CO2 排出5450万トンという数値になる。ちなみに、 東京電力の一般家庭向け販売電力量はおよそ860億キロワットアワーで日本の年間電気エネルギー消費量は約1兆キロワットアワーである。ダムによる水力発電は一度完成してしまいさえすれば火力発電に比べに酸化炭素の放出量が大幅に少なくて済み環境負荷が少ない。ここで発電された電力は中国政府の 静電闘争計画の一環として、上海市などの長港デルタ地帯へと送られる。実際の発電量は、2013年には837億キロワットアワー、2014年には988億キロワットアワーであった。三峡ダムと匹敵する、もう一つの巨大水力発電所である、ブラジルパラグアイ間にあるイタイプダムの発電量は、 2013年には986億キロワットアワー2014年には878億キロワットアワーだった。このほか2015年現在では計画段階にとどまっているものの、2014年に完成した関水の丹江口ダムから北へと伸びる南水北町計画の抽選ルートに接続して、 北京や天津といった水不足に悩む河北平原の諸都市へ水を送る計画も存在している。名称である三峡は水位がかなり上昇することで風景がだいぶ変化するものの完全に水没するわけではなく、渓谷自体は残るため、交通の便の改善に伴い観光客の増加も見込まれている。観光に関してはダム自体が新しい観光名所となり、 経済効果を生んでいる。三峡ダム建設後に作られた富山型の新しい県城。多数の人々が古い町を退去し新しい町に移住させられた重慶市満州区の新市街。満州では市街の半分がダム建設で水没し、20万人近い人々が特管工事で作られた新市街に移住している三峡ダム建設前と建設後の地形変化。 三峡ダムの貯水地は全長六六百十キロメートルにも及ぶため、ダム湖に水没する地域は広大なものであり、多数の村落や都市が水没することとなった。三峡地域は、険しい山岳が長江の両岸に迫っている地域であるが、湖北省では、儀章市の危険、京山形、温泉、土茶族名お族自治州の加東県、重慶市では、富山形、宝雪県、海県、 高都県などで、中心市街地が水没した。また、人口数十万を数える、中規模都市だった四川省万県市や不良区などでは、市街地の大部分が水没している。これらの水没した地区のうち、都市区域においては、隣接した斜面や山の上に新市街が建設され、多くの住民が移住した。着工時は、移住対象の住民は84万人であったが、 もともと人口増加や二次移転を含めた、総移転人口は120万人程度と見込まれており、2010年9月の時点で127万人が強制移住を余儀なくされ、さらに30万人ほどが退去予定となっていた。こうした移住は、基本的には、同一地域内での移住が原則であり、上記の都市のほか、農民も参観地を切り開いて作った。 新たな農地へと移住することとなっていた。しかし、三協地域はもともと地形の険しい地域であるため、農業適地は開墾し尽くされており、農民は急斜面の農業開発を余儀なくされた。また、このために土砂流出が激増し、崖崩れなども多発するようになった。このため、同一地域内ではなく遠く離れた地域への移住が推進されるようになった。これら、 三教移民の多くは十分な保障も受けられないまま貧困層へと転落しており社会問題となっている。2002年には移住先からの帰郷を求めた元住民が逮捕される事件も発生している。三教は中国の十元紙幣にも描かれるほどの中国を代表する名称であり、白邸城は古藤か白鶴張など貴重な歴史資料でもある史跡は水没の危機があった。 文化財は合わせて1,108点が水没の影響を受けると予想され、史跡としての価値に応じ移住、または放棄の処置が取られた。白鶴張は水没したが、2009年5月に水中博物館として一般公開された。また白定城は古等化したもののアクセス道路が建設され、引き続き観光名所となっている。地質が脆い場所に作られたダムに貯水を行うと、 ダム湖斜面や周辺の地盤への水の浸透と強大な水圧により地滑りや崖崩れが発生することがある。また、山峡周辺ではもともと地質の軟弱な地点が多く存在しており、ダム湖沿岸における地滑りの危険性はいずれの事前研究においても指摘されていた。山峡ダムでは2008年末時点で132、 箇所で合計約2億立方メートルの崖崩れが発生していたために、当局は水位を満水の175メートルにする、ことなく172.5メートルで打ち切り、約2000人を緊急避難させている。その後、三協ダム区、地質災害防止作業指導事務室チームが調査を行った結果、5386箇所で地滑りや、 崖崩れなどの問題が発生する恐れがあることが判明した。重慶市内の雲予見領、水井地区では2009年3月以降、川岸の430メートル、400万、立方メートルにわたる土砂が崩落し、長江の主要航路に土砂が流れ込む恐れがあるとして、厳重監視対象地域になっている。同地区に近い村では、地盤の変動で民家が、 徐々に引き裂かれながら移動するなどの被害も出ている。一方、2019年の中国の報道では、ダム沿岸の土壌流出は1999年に、比べに2018年度は47%の減少となっており、状況は大幅に改善しているとした。三峡ダム湖の東南隅でゴミを集める、 作業環境対策としては、三峡ダム地区の汚水処理施設及びゴミ処理場の設置計画が2001年に了承され、建設、稼働している。しかし、人口3000万人を超える重計など上流域での工業、生活排水対策が不十分であるので、ダムが巨大な汚水のため池になっている。運営費は自治体負担のため、完成後稼働していない施設、 処理場が多い。国家環境保護局が2005年に行った調査では、7割が全く未稼度か、時々しか稼働していない状態にあったという。そのため、水の不栄養化に大きな影響を及ぼす窒素化合物やンの除去処理を行っていない施設も多い。湖北町と重慶市は対応策として、施設運営費を国8割、地方2割とするよう求めている。 三峡ダムは流入する土砂で埋没してしまうのではないかと懸念する意見もある。これに対して当局は三峡ダムは流域面積108.4万平方キロメートル土砂流入5.3億トン年で年間平均総流入量4500億トンに対し有効貯水量は220億トンで5%にも満たないとしまた土砂破棄には ダム下流側に7メートル9メートルのゲート23門を設け、6月から9月の洪水時に175メートル、満水から30メートル水位を下げて、洪水とともに土砂を排出する計画になっており、問題は生じないとしている。2020年6月22日に、重慶市の水利当局は、超高水系の河川、 河の上流側での急激な増水によりダムの水位が危険な状態となったことを知らせる最高級水位の洪水公職警報を出した。その史上最大規模の洪水に見舞われるとの警告により市民4万人が避難した。汚職の温床と化し、総工費2000億元のうち34億元が賄賂や汚職に消えたと言われ、中でも利法はダム建設に使われる資材や 設備の購入を通じて外国企業から巨額の賄賂を受けたとされる。さらに、三峡ダムを管理、運営する ZH 中国高三教習傘下にある ZH 超高電力グループが香港証券取引所に上場した際には、息子の李正法や娘の ZH 李正林の会社や妻の ZH 主林が経営する会社も、 同グループの株式を大量に購入し、巨額の利益を手にしたとされる。2019年、中国国内のダム専門家が Google Earth で2009年に撮影したダムの基礎部分の写真と2018年に撮影した写真を比較した際、2009年にはダムの基礎部分はまっすぐな直線になっているが、2018年には数箇所が湾曲していると発表したことで、三峡ダムに 結界の危機が迫っているとする声が高まった。一方、中国当局は、この指摘に対して、ダム自体に問題は発生しておらず、その歪みは、Google Earth の技術的な問題であり、事実ではないとした。実際にこの歪みは、衛星写真を結合して作られる、地形図では品質する問題であり、騒動を受けて2020年7月の段階で、 Google Earth の航空写真の歪みは修正された。なお、万が一決壊した場合は、上海市や武漢市などの下流域の大都市に大きな被害をもたらし、中国経済に大ダメージを与えるとともに、中国国内の電力供給がストップすることで大規模な停電を引き起こす可能性がある。ありがとうございます。